の新兵器コードネームハニービーを見つけ出し回収してくれ。これはムジャヒディンの一派ハミド隊に CIA が貸与したものだ。だがそのハミド隊は壊滅。ハニービーは彼らが根城にしていたラスマセリャマンに隠されたままだ。まずいことにソ連軍もこの新兵器を狙っている。彼らより先にハニービーを見つけ出し回収するんだ。ターゲットの写真は端末で確認できる。それからハミド隊には一人だけ生き残りがいるようだ。消息は不明だが確保すればターゲットの隠し場所がわかるかもしれん。頼んだぞボス。ご視聴いただきありがとうございます。東京のヘビーです。ザ・ファントンペイングラウンドゼロズの装備で潜入任務開始。今回も楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、今回も楽しんでいきますと言いますか、まあ、前回1回目の動画で需要があるかどうかわからないので、まあ、皆様の意見を教えてくださいとお願いしていたんですけども、まあ、早くもですね YouTube と Twitter の方でメッセージいただきまして、まあ、続きをやってほしいと言っていただいたのでありがたいなと思いました。このシリーズは今後も見ていきたいなっていうのが個人的な感想です。めっちゃ面白かったです。こういうのも見たいですということでありがとうございます。まあ、言っていただける方がいる限りはねもちろん私もやっていきたいなと考えておりますので、でしたらこのシリーズはやっていこうと思っております。私が普段ただ楽しんでいるだけのプレイでしたからね、少し心配ではありましたけどもとても嬉しかったです。ただこれを他の実況シリーズのように全てやっていくのもどうかなと思いましたので、この実況シリーズでは基本的にムービーが入るような大きな任務、まあ、つまり重要な任務だけをプレイしていこうかなと考えております。まあ、ムービー入らないとせっかくグラウンドゼロズの装備でやっていても仕方ないですからね。であと一つこちらのコメントですね、バンダナした方が髪を下ろすから雰囲気出るかなと思いますということで、そうなんですよ、実はこの実況だけなんですよね。バンダナつけてないのは普段私が楽しんでいるのはバンダナをつけているんですけども、まあ、今回はどうかなと。いや実際グランドゼロズではバンダナつけてないじゃないかという意見だったり、バンダナをつけてるとそれピースウォーカーになっちゃいますよということもありますし、ただこのコメントをいただいたようにバンダナを下ろした方が髪を下ろすから雰囲気出るんですよ。だから私は個人的にバンダナをずっとつけていたんですけども、今回悩んでつけてないんですよね。まあ、なのでまあ、もし他にもバンダナ派の方がいらっしゃいましたら、後半のアフリカ編ではバンダナつけようかなと考えております。そしてあとヘリの色も変えてほしいですということで、もうこれだけは本当にごめんなさいなんですよね。これはもう編集している時に気づきました。あ、ヘリとかの色を戻すのを忘れてしまったと、もう私のボンミスでございます。まあ一度もう始めてしまったのでね、まあ、こちらこのままやっていこうかなと思っておりますので、そちらだけご了承ください。さあそんな話をしていましたら、早くも山岳中継基地に到着しました。前回お話しした通り、基本的に私は実況中も個人的なプレイでも昼にしか絶対に潜入しないので、夜の山岳中継基地どうなんでしょうかね。一応警戒して進んでいきましょう。え、基本的にこの下にも兵士は配置されていますし、上の橋のところからですね、高台だったり仮設の階段のところから狙撃手がバンバン見てくるんですけど、誰もいないですね。いやこれ夜の潜入楽すぎないか。すみません、この基地お留守みたいなので私行っちゃいますからね。
連続 CQC。 さあそれでは面接です。天才じゃないか。回収しちゃいますよ。そういえば私が初心者様向けに攻略動画を出す以前から登壇されることが多かったんですけども、まあその中でね、今回この実況シリーズでプレイしていこうと思っております。まあこの大きな任務ですよね、イベントだったりムービーがあったりする、それが苦手です、難しいですということをね結構言われたんですが、まあ、実はねこの大きな任務の方が簡単なんじゃないかなとも思ってるんですよ。私は今回の動画でも結構走って来てる時間が多いと思うんですよね。まあ、ルートさえ分かってしまえばということなんですけど、兵士の配置ですね。まあ、大きな任務といえば、まあ、確かにスカルズ、まあ、いや、でもスカルズもかっこ笑いだからな。他の動画でも言っているんですけども、まあ、グラウンドゼロズも特にそうですね。このゲームの一番の敵は苦手意識ですから、ねえ、これさ、倍速ばかりなんじゃないのかな、この動画。大丈夫？だからこういうことなんですよ。大きな任務といってもね、他の任務と変わらないですから、やっていることは。はい、それでは、済ませ砦。夜だとこんな雰囲気なんですね。本当にわからないからな。先ほどの山岳中継基地は大変なことになっておりましたからね。留守でしたからね。ま、こちらは重要拠点ですから、そんなことにはなっていないとは思いますから、もちろん警戒していきますけれども、どうなんでしょうかね。あ、いないんですね、ここにも兵士がね。じゃあこれはもちろん私がいただきますけれども。いなくない？どうしちゃったのかな？寝てるのかな？みんなお家帰っちゃったのかな？あ、ここの彼だけはちゃんといるんですね。あ、来ました来ました、やっと来ました。遅かったじゃないか。それでは彼らの後を尾行します。あれだけ連なって密集していると楽しみですね。今から楽しみですよ。連続 CQC が。うう、私のだよこせ。彼の注意をそらしまして、ここら辺制圧しておきましょうか。まあ、見られましたけどまだ距離があるのでね、大丈夫だと思いますが、ちょっと待って、マーキングだけしておきたいですね。まだしばらくあの捕虜はこちらには来ないかな。ここでマーキングだけしておきたい。まあ、気のせいではないけどな。
マーキングはさせてもらいますよ。え？あ、そっかそっか。先ほどの彼がもう目覚めてしまったか。彼はやはりアウターヘブンに連れて行かなければいけないな。ほうれん草ができるのは優秀な兵士なんですけどね。でもあなたを連れて行くわけにはいかないんだ。申し訳ないね。はい、ねえ、ルートン回収できませんからね。はい、ありがとう。やっと来ました。それでは私も隊列に加わりまして、いやいや、初めから私4人目の兵士だから私たちは仲間だろみたいなね顔をしながらの連続 CQC ね、これで決まりました。さ、行ってらっしゃい。ダイヤモンドドックでゆっくりしていってくださいね。あなたの席はないけど。あ、あるのか。そっか。コネクションというのは、あまりよろしくない文化ですよね。あ、先ほどの私の仲間たちが目覚めましたか。このグレネードもね、装備の一つですから、なかなか使う機会ないんですけど、ここで使っておきます。はーい。はい、ハニービーを入手しました。この実況シリーズでは基本的な任務攻略をしていきたいと思っておりますので、今回は普通にこのハニービーでスカルズと戦っていきます。あ、ごめん、使うんだわ全部。よく眠ったようだな、ボス。貴様もひどい姿だな。鬼となったのはそんな兵器のためか。まあいずれ貴様たちも真相にたどり着くだろう。生きて帰れたらな。
今度こそ安らかに眠るよ。地獄で会おう、ボス。よし、お前来るんだ。この重装兵、お前は今日から私の盾、盾としてね、これから一緒に頑張っていこうと見せかけて、アウターヘブンへ行ってらっしゃい。あ、ハニービーってなかなか威力ありますね。いいぞこれ、使ったことがないのでね。ちょっと待て、後ろに誰かいるぞ。あ、これはいいですね。ちょっと面白かったですね。このハニービーの残弾数によってもね、報酬が変わりますので、普段は一発も使わないで持ち帰ってしまうんですけど、いいぞハニービー。よし、これで徹底的に制圧したところで P 君が来たんで、今回の動画はここまでになります。第1回目を公開してからですね、 YouTube と Twitter、 皆様からのコメントメッセージ本当いっぱいいただきました。ありがとうございました。皆様のおかげでこちらの実況シリーズ続けていくことになりましたので、また次回ぜひとも遊びに来てください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方は、チャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。